日本大分県大分市都庁都庁は大分県大分市の地名。現行行政町名は都庁1丁目から都庁4丁目。郵便番号は870-0034。大分市中心部に位置する大分市を代表する歓楽街である。北で仙台町、東で県道511号大分公成を挟んで、にあげ町、南で、 国道197号を挟んで中央町、西で小峠町に隣接する。地区内は東から西に1から4丁目に分かれる。多くの飲食店が集中する大分県を代表する観楽街で地元で都庁に行くといえば酒を飲みに行くことを意味する。かつては寺町と呼ばれ1505年に創建された元宮山津明寺などの寺が多くあった。 常明寺は近年まで町域内に残っていたが、1990年代前半に郊外に移転している。都庁のほぼ中央にはジャングル公園が位置しており、飲食時の待ち合わせ場所、休憩場所として親しまれている。この公園は1952年に完成したもので、当時は630種700本の多数の樹木が植えられていた。その木々がうっそうと茂る様子から、 近隣の子供たちにジャングル公園と呼ばれたことが名前の由来とされる。雑居ビルなどに囲まれたこの地区で緑あふれる空間は憩いの場となっていたが、その一方で見通しが悪かったためしばしば犯罪行為が発生することが問題とされてきた。そこで1990年代に行われた大分市中心部の5つの公園のリニューアル事業の一環として、 1996年に光をテーマに改良工事が行われ、名前の由来となった樹木が86本に減った。一方、見通しの良いスペースに、からくり時計、屋外ステージ、公衆便所等が設けられ、安全性は高まった。ありがとうございます。